夕方のね波はこんな感じで、もう朝と変わんないかな。ただ朝より風が強いです。もうちょっと取る側も大変でも、人朝はね0人でしたけど、今回はギアの選手、あのチャレンジシリーズ行ってたで、あと2人あのジュニアの選手いますね。まあ0人よりいいですね。波のコンディション的にはかなり厳しいですけど、ワンアクションはできそうな感じでもあります。行きましたね、神山キアの選手と大海陸選手ですね。あと今乗ったのがブンタ選手かな。多分これこの神山キアの選手ですね。すごい風も、こちらがブンタ選手ですね。もう一人大海陸選手いるんだけど、どこ行っちゃったかな。あ、いましたね。こんな感じで今いる選手、ゲッティング中にね、今いる選手がどんな感じで乗れるか波取りながらゲッティング行こうかなと思いますけど、なかなか数は乗れないかな。入れるっていうことをね心がけて、エア狙うと言ってましたね。ワンアクションしかできない時もね、エア狙うしかない時ありますから、そんな時あのキアヌ選手はねそういうの得意ですからね、一本ポンと今乗ってくれたら取れるんですけど、なんかめっちゃ辛いって感じではないけど大変そう。真っ白ですからね。とりあえずラインナップといけたかな。あ、いきなり乗りましたね。カーブ、
おお、いいんじゃないですか、攻め方としては。どん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 攻めればね、乗ったら乗っただけね、それは確率的になんていうの、反復練習ですから、100回やった方が上手くなるに決まってんですから、行った方がいいですね。まあ、特にこういうね、人がいない時はもうどん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 行きたいですね。でキアヌ選手かな、あ、大海陸選手ですね。とキアヌ、神山キアヌ選手、やっぱり同じ攻め方してきますね。アクションするとこが1箇所なので、できるだけポイント出せるように、ファーストからエアしたりブローテールしたり攻めてきますね。と今のは大海陸選手かな、ブンタかな。と行きます、ボトムからおリップして、ここであーっと2アクション。でもこれをね、2ヒットしてるから試合的にもいいんじゃないでしょうか。ちょっとカーボン乗ってからなんか調子は良くなってきてますね。それで PU 乗ってなんかカーボンでコツつかんだっていう感じですね。板を変えることによってね、やっぱり上手くなるんですよね。キアヌ選手はね、ここずっと今年はチャレンジシリーズで世界回って、もうまた力つけてどんどん行ってると思うんですけど、あ、これはブンタ選手かな、多分そんな感じですね。と大海陸選手と、とこキアヌ選手で、キアヌ選手は、プッシュクラス小学校 1,2 年の時に初めて会って、磯の浦キッズって昔、今でもあるんですけど、有名なキッズの試合があって、それのね、あのプッシュクラスで一緒に戦いましたね。もうお父さんお母さんも僕仲いいんですけど、その時のファイナリストたちは、あ、キアヌ選手エアが得意で、カーブからやっぱキレのあるサーフィン素晴らしいですね。磯の浦キッズっていうのは、歴代のキッズの村上俊選手とかね、伊藤リアル選手とかね、もう中村拓海選手、川谷サスケ選手、そうそうたるメンバーなので、すごい大会なんですよ。まあ、そこからスタートするっていうね、関西勢多いですね。でも関東からもね来てたし、沖縄からの和馬選手とか、門之城なんか保育園から出てたかな、思い出しますね。おっと、文太かなと行きましたね。おっと、ファーストからアプローテール気味に、いいんじゃないでしょうか。こういうね、そういうなんか課題を作って、今日はエアーとか決めたらいいかもしれないですね。ボトムトップ、ボトムトップ、試合のためにね、あのノートリムのボトムトップやりすぎて、まあ基本なんですけど、つまんなくなっちゃうんですよね、サーフィンがみんな一緒で。いや、こうやってバリエーション豊かで、いろんな技入れてやっても今点数出るので、前と違ってどん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 フリーサーフィン的に攻めてもいいのかなってちょっと最近思いますね。点数を出そうとしすぎてボトムトップのみのサーフィンになると、やっぱり面白くなくなっちゃいますね。で、楽しくないっていうか、同じことやるからやっぱり、こう遊び心がなくなっちゃってたかもしれんですね。最近はそういうの取り戻して良くなってるんじゃないでしょうか。行きました。大海陸選手かな。おっと、ターン入れてもう一発。文太選手かな。あ、大間選手だな、これは。これが文太選手かな。あ、最近ね、エアをバンバン練習してますね。あ、行きますね、これ。え、ボトムがある。どうスピードつけるか。スピードつけてから掘れた。あー、狙ったのにもったいない。でもこういうね、風でスーパージャンプでも今 1,2,3 大間選手、文太選手、陸選手、大海陸で、
村たらしと4人いたらまあね1人よりは楽しいですね。こうやってね何を喋っとんのかなっていうのもね視聴者さん気になりそう。僕も何何やっぱりどうだろう、彼女の話、彼女できたんかとか言っとんですかね。4人いますね、このここのラインナップに。みんなジュニアの選手ですね。嵐が一番上かな、20歳で、みんな多分17歳ぐらいの高校1、2年生ですね。2年生かな。まあでも文太選手はね、志田でやった第一戦でプロジュニア2位に入って、陽馬選手もね、あの数々の大会でいい成績上げてますから。で大海陸選手はインスパイアのねボードのシェイパーの社長さんの息子ですから、もうサラブレッドですから、みんなバリバリですね。おっと大間選手かな。大間とかね、文太、嵐、まあ陸は普通かな。でもみんなね、僕は小学校の時クラスにいなかったな。僕なんかやすしですからね。やすしとか太郎とか昭和の名前ですよね。女の人だと優子とか美智子とか、最近そういうのいませんね。どうだろう、やすし、太郎、次郎、五郎、そんな名前ね、昭和っぽい名前、最近あのサーファーの名前で見ないですね。大間とかね、リクトとか松原翔とかそんな感じで、大間、あとマノアとかね、女子だとノアンとかね、アノンとか、まあみんな時代とともに名前も違いますね。大間選手ターンしてから張ってくるところで、ここのセクションでうわしっかり決まりましたね。いいんじゃないでしょうか。とセクションまでカーブして戻って張ってくるかな、うわちょっと張らなかったですね。とブンダかな、あと引っかかってますね。してスピードつけてとセクション狙って、おっとメイクしましたね。これで帰れますね。でそれは午前の企画でしたね。文太かな、おっとエア狙っとるでしょ。わ欲しかったな。アップしましたとカーブしてセクション待って、あっわーっとまた決めてきましたね。いいんじゃないでしょうか。あもうこれで帰れますね。すごい風です、寒いし。もうこれポンチョ持ってきて正解でした。最近来てるポンチョはあのコメントにもあったんですけど、何ですかって、ビーチドデイズなんですよ。これはねあのカッパにもなって寒さもしのげるので、もういつも持ってあるあの車に積んであるかカメラのカバンに入れてあります。だししかもおしゃれなんですよね。ちょっと気に入ってますね。